弦の法エルカンターレの世界観大川隆法第4章7次元の世界4永遠の愛男女の愛あるいは夫婦の愛においては排他性や独占欲が伴うことに言及しました。ではこうした独占欲は自己保存欲なのか、こうした愛は許されないのか、ということについて考えてみましょう。万人を等しく愛することが人間の本質であるから、すべての人と平等に接しなければいけないという考えも一方にはあるだろうと思います。しかし、例えば妻が八方美人であって、夫に対しても他の男性に対しても平等に接するという事態は何を意味するのでしょうか。あるいは夫が妻にも妻以外の女性にも平等に接するということは何を意味するのでしょうか。これは夫婦の共同生活の崩壊を意味するのです。男女が共同生活をするというのは、一つのルールです。なぜそうしたルールがあるかといえば、共同生活をすることによって、子供を作り、養い、家庭を築き上げていくことを計画しているからです。もし家庭が必要ではなく、男女の存在理由は、生物学的に、子供を残すことだけであって、かつてプラトンが理想としたように、国家が責任を持って子供を養い、育てることが正しい姿であるならば、それこそ子供を残すこと以外には、男女の生き方がないことになってしまいます。しかしながら、仏の心はそうしたところにあるのではありません。仏は一人の男と一人の女が協力して子供を作り、何十年かにわたって家庭を育んでいくところに大いなる収穫ありと見ているのです。すなわち男女の愛にある排他性、他人を排除するような思い、あるいは独占性は一見自己保存欲、自我我欲のようにも見えますが、これはもっと高度なもの、すなわち大いなる家庭愛、家庭の幸せをもたらすために奉仕している最小限度の必要悪であると言えるのです。狭い心のように見えるけれども、狭い心と見えしものが、さらに高次のものを生み出すために働いているのだと言えます。したがって、男女の間における独占欲は必ずしも悪いものだとは言えません。ただ、これが過剰になって相手を縛り、相手を人間として尊重しないくらいにまでなったとき、すなわちその嫉妬が異常になったときには、不幸を生み出すことも事実です。男女の間においては、健全なる嫉妬心、すなわち共同生活を守る範囲での行き過ぎないほどほどの嫉妬心があることは許容されていると考えてよいと思います。ただし、異常に敏感で、相手を責め苛むような嫉妬心にまでなった時には必ずや不幸を生むことになるでしょう。男女の愛というものを考えてきました。これは仏が仏の本当の心は愛にあることを教えるため、人間の男女に恋愛をさせ、結婚をさせ、夫婦愛を実らせ、さらには親としての愛を実現させることによって、愛の教育をしているということなのです。しかし、男女の愛から
生み出される夫婦愛、さらには親子愛というものは永遠不変のものかといえば、必ずしもそうとは言えません。これはある程度本能的なものであることも事実です。また偶然という言葉はふさわしくないかもしれませんが、たまたまそうした巡り合わせになったために、お互いに愛するようになったという場合もあり得ると思います。仏は男女に結婚をさせ、子供を作らせ、家庭を育むようにさせているわけですが、それだけをもって良しとしているのでしょうか。そうではなく、男女の愛というものは、本当の愛に目覚めるためのきっかけとして用意されているのではないでしょうか。どのようにエゴイスティック、利己的な生き方をしている人であっても、異性を心よく思う気持ちを持っているはずです。また、少なくとも自分の子供に対しては、心よい思いを持っているはずです。異性や肉親への愛というものは、永遠の愛を知るための一つのきっかけであり、こうした最低限の愛を契機として、さらに高次な愛に目覚めなさいというのが仏の本当の心なのです。このことについて、人間は心を向けていかねばなりません。